ホジス隕石は1954年11月30日にアメリカ合衆国アラバマ州に落下した隕石で人間に当たって負傷させた確実な記録が残る最初の隕石である。白光が隕石のうちの大きさが 18cm13cm、質量約 3.9kg の破片である。1954年11月30日12時46分。 アラバマ州タラディーガ軍シラコーガの金傍のオークグローブにあるホチスケの屋根を突き抜け、室内の木製のラジオを破壊した上、昼寝をしていたアンエリザベスホチス夫人に当たった。ホチス夫人は、左尻と左腕にひどい打撲を負ったが、歩くことはできた。この事象は、世界的なニュースになった。隕石の落下したホチスケの向かいは、偶然にも、コメットドライブ。 インシアターという名称のドライブインシアターであった。この隕石はアメリカ空軍によって回収された。夫の友人ホッチスは弁護士を雇って空軍に返還を要求したところ5000ドルで購入するという申し出があったという。また、ホッチスが沈借していた家の家主も隕石の返還を求めて訴訟を起こした。1年以上経ってからホッチス夫妻に隕石が返還された時には 世間の関心も薄れ、高く買おうとする人間は現れなかった。アンホチスは世間の注目や隕石の所有権の争いが不快になり、1956年に隕石をアラバマ自然史博物館に寄付した。現在、隕石はアラバマ大学の自然歴史博物館に展示されている。ホチス隕石は白光が隕石の破片で H4 型のコンドライトである。 質量は3 8 6ラムである。ホッチスケの家屋は空き家になっている間に1998年10月1日の火事によって取り壊されたため、現地には何も残っていない。ホッチスケのあった場所から北東約50メートルの3075から3223オールドバーミンガム風オークグローブ AL35150 の地点に、 アラバマ州観光局とオークグローブ町が2010年5月に建てた記念看板がある。ホーチスケの住所は1360オデンズ、ミルロードであったが、この記念看板はそこから約50メートル離れた元の家屋の裏側にあたる、より交通量が多く、人目につくオールドバーミンガム風の型に建てられている。ホーチズ隕石以外にも隕石が人に当たったと考えられる記録は存在する。 1677年にイタリア北部のトルトーナで書かれた記録ではミラノ人の宅発修道士が隕石と思われるものに当たって死んだ話が書かれている。1992年にウガンダに落ちたムバレ隕石では3グラムほどの小さな破片が少年に当たったが木に当たって勢いが落ちてから当たったため負傷は発生しなかったという。2009年には ドイツのエッセンに住む14歳の少年が投稿途中に明るい光の筋が自分めがけて飛んできてその直後に隕石が体に当たったと主張し世界的に話題となったこの隕石は豆粒ほどの大きさで少年の腕をかすめて長い火傷の跡を作りアスファルトの地面に衝突して足の大きさほどのクレーターができたというしかしこれは 実際の隕石落下かどうかは確認されておらず、少年の主張には疑いもある。2013年にロシアに落下したチェリャビンスク隕石では隕石の破片の一つが52歳の女性に衝突し、頸椎を骨折する怪我を負っている。ありがとうございます。